こんにちは。こんにちは。大手府中七条店です。七条店です。で今日はね、はい、長谷坂さんの、はい、こうカットとパーマをしていこうかなと思ってます。はいはい、いや待ってました。待ってました。もうだいぶ伸びきってましたね。いやもう伸び伸びですよ。何ヶ月切ってないですか。3ヶ月かな。3ヶ月も。もうちょっとね。そう良くないね。良くないですね。はい。ちょっとここからカットとかもしていきたいと思うんですけど、はい、そうなんですよ。ちょっとやりたいスタイルがこうハッサンあるみたいなんで。そうなんですよ。どういうのが？ね、これ何の笑ってんの？見えてるからって。僕のやるヘアスタイルはこれでーす。いや見えてない、ね、こっちでーす。はい、誰でしょう？三浦翔平です。わかりました。じゃあちょっと三浦翔平のちょっとね、顔はちょっと難しいかなと思うね。髪型だけでもね、はい、かっこよくさせてもらおうかなと思うんで。そうです ね今日はね、はい、そのカットとパーマの動画撮っていきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、僕の髪を素髪にちょっと戻していきますので、はい、一旦こう素髪に戻していきます。なので一旦、行きましょう。はい、はい、すがみに戻ったんですけど、すがみです。誰ですか？長谷坂優太でございます。ちょっとカラカサお化けみたいな。誰なんですけど。誰がお化けや。カメラ回ってないところでね、ずーっとバカにしてくるんですよ。ほんまにすだれなの、ね、こうなんだの言うてね。髪の毛って大事ですね。いや、そうですよ。僕ね、すごいド直毛なんですよ。本当にこう、ヘルメットみたいな感じで、全くボリュームがもうこんな感じで出ません。これ乾かしてもボリューム全く出ないんで。じゃあね、まあここからね、はい、カットとパーマをね、行こうかなと思うんですけど、はい、ですまあ今日はまず、はい、まあカットね、まあ見ての通り感じで、まあちょっと伸びてきてはるんで、はい、伸びてます。まあ今まで2ブロックが入ってたんで、はい、この2ブロックをまた、まあちょっと馴染ませるような感じでハサミで作っていって、まあちょっと長さ取りながら、はい、パーマは巻けるちょっとね、いい感じでね、雰囲気が出るぐらいの長さまでね、ちょっと切らせてもらおうかなと思うので、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いします。じゃあちょっと切っていきますね。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあカット終わりました。はい、切ってもらいました、ね、めちゃくちゃもうこれだけでもいい感じになってきてるんですけど、ね、まあちょっとね、2ブロック入れさせてもらって、ちょっと長さとか量感とかをちょっと調整させてもらったんで、ね、ここからまたちょっとパーマいい感じに巻いていこうかなと思うんで、はい、誰でしたっけ？三浦翔平。三浦翔平。ちょっと忘れてたぐらいまでちょっとね、かっこよくさせてもらおうかなと思うんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあパーマ終わりました。これ今濡れてる状態なんですけど、まあちょっといやー、まあ、いいです ね最高や。椎茸みたいにはなってないですね。ずーっとディスってくるからね。椎茸の何やったっけ、傘が開いてないの。そう、椎茸の傘が開いてないバージョンみたいな感じでずっとひどいです、本当に。今すごいね、こうカール感しっかりかかってるんで、うん、まあ、濡れてる状態の時がパーマって一番こうカール感が強い状態なので、まあ、このままジェルでセットされる方でもいいと思いますし、まあ、あの髪の毛軟毛でなんかこうあのちょっとあのしっかりとなんか束感出していきたいとかっていう感じの方とかやったら、まあ、あの乾かしてもらってワックスでセットしたりとか、まあ、ちょっと今回はそういう形でね、活かしてもらおうかなと思いますので、はい、ちょっとかっこよくしますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと変えちゃいますので、じゃーんと完成です。完成でーす。めちゃくちゃいいですね。いやー、色気がね出てますね。まあ、ちょっと今回、まあ、カットとパーマで、はい、ちょっと大人っぽい感じの色気の出るようなパーマをさせてもらってて、うん、今回は、まあ、スタイリング剤なんですけど、小田さんが出してるリッチミルクっていうスタイリング剤をね、今回使わせてもらって、ちょっと柔らかさやったりとか、そういうツヤ感を出してくれるのがこう強い、うん、スタイリング剤なんで、ちょっと今回こういう風にちょっと使わせてもらって、はい、ちょっとセットさせてもらいました。いや、めちゃくちゃいいですね。こう僕のこのヘルメットみたいな頭から、はい、
そうですね、こんな素敵な髪型になりました。めちゃくちゃいい感じですね。色気が出ましたね。三浦君の髪の毛に近づきました。本当ですよ。はい、ちょっとねこれで、ちょっとこれで、まあ、今回のカットとパーマの動画は終了させてもらおうかなと思うんですけど、はい、またねいろんな企画を考えてやっていこうかなと思ってますので、はい、ぜひお楽しみにしててください。しといてください。はい、ではまたね、さようなら、またね。